こんにちは、インナースカグの川島です。本日もインナースカグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、本日はミニチュアシュナウザーのよもぎちゃんのトレーニングをしていきます。はい、この子はまだ来て間もないので、まあちょっとね、子犬っぽい顔してますけど、まだ全然ちょっと指示が入っていません。ハウスも入ってません。はい、もう基本ハイテンションなので、ちょっとこの興奮をしっかり残しつつ、はい、基本楽しくトレーニングしていきます。で、褒めをちょっと多めにしてね、ちょっとなんかすごいカシャカシャ動き回ってますけど、はい、ちゃんとハウスで入れました。はい、でね、ちょっとね、興奮しすぎるとやっぱり待てが弱くなってくるので、待ての指示しっかりかけて、繰り返し、ちゃんとルールは徹底してやっていきます。はい、よもぎちゃんなんかも結構やっぱり人がすごく好きで、犬も大好きなんですけど、すごくやっぱハイテンションなので、トレーニングは入りやすいですね。意欲がすごく高いので、臆病な子では全然トレーニングは入りやすいです。その子に合った、ね、トレーニングを、ね、やっていくのがやっぱり一番いいので、あまり臆病な子にこう、ね、ビシバシこうリードで引っ張ったりとかすると心が折れちゃうので、はい、様子見ながらやっていきます。はい、これたら褒めてあげます。素晴らしいですね。程よくできたところで終わりにしてあげて、何回も繰り返し出してあげるのが大切ですね、短時間で。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。